あれ？ここはどこだろう？ここは遊園地。遊園地ということはフレンズハートコースター。ちょっとポーズもういいんじゃない？もう決めポーズが次の前の曲から終わってる。いや長い長い長い、旗まで持ってきちゃってるんだから。今日目立つな。はい、ということでね、3人でジェットコースターに乗ろうということで、シャロトモのみんなも応援してくれるかな。いいかも。言わせてました。ありがとうございます。ありがとう。なりますね。真後ろにはね、ジェットコースターもさっきからこうブンっているから、あれに乗りたいわけですよ。乗りたい。なる。全く。あれどうしたの？他にもこう楽しそうなのあるし、まあ、そうだ、違うのでいいんじゃない？あれあいいの？違うので、せっかく花屋敷来たし、あ、まあ、そうだね。ということで、今回のユニットのファーストライブのタイトルにもなっています、うん、ブレイブハートという意味はですよ、はい、勇敢な心なわけなんです。応援してくれてるシャロー友のみんなのためにも、私たちが勇気を持ってジェットコースターに乗っていかないとね。そうだね、そうだね、まあ、ねえ、ほら見て、ほら、やだ、一発目からはちょっとやだって、一発目からは早い。バイバイ、頑張ってね、頑張れ。私たちもこうやって応援する側じゃなくて応援されてる側ですから今。応援したい。いやダメダメ。応援したい。なんか違うの飲んない？何飲んの？まずなんかでもいろいろあるから。ね、そうだね。あるっしょ、ね、いろいろある。まあ、行きましょう。探して探索していく。そう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 。じゃあ探索行ってきまーす。はーい。おお、盛り上がってる。盛り上がってるね。ここライブ会場ね。やってるね。なになになに、あやあれは、いや無理でしょ。無理でしょ。あやお願い、あれ乗ってきて。無理でしょ。お願い、もう一生色色でしょ。一生のお願い。到着。じゃあまずはメリーゴーランドに、はいはいはい、乗っちゃいましょう。なんでいいじゃない。ちょうど乗れることない、ね、一人にするじゃん。じゃあ、もう…もうどういうこと？イエーイ。あ、いいいい、すごい。お、え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 、あ、こういう式思った動きと違くて今焦ったよね。本当にジェットコースターかと思うぐらい急だったよ今。ウケる。イエーイ。ちょっと早いしかも。え、早いじゃん。え、ちょ、楽しんでる。すごい。なんかすごい加速して飛んでくとこないんだよ。大丈夫、大丈夫。見て、ちっちゃい子が見てる。どんな気持ちだろうね、どんな気持ちかな。どんな気持ちなんだ。どんな気持ちなんだろう。いろいろある。この入り口のところもすごい風情あったよね。あれ、終わったままでお待ちください。はい、早めだった。一発目楽しみましたけど。はい、楽しみましたね。メリーゴーランド定番ですから。定番だから、やっぱり女子高生遊園地いいね。定番から。次は、はい、じゃあ近い、一番近くにあるからスワンに乗っていきたいと思います。前に、うん、お腹が空いたので、はいはいはい、行ってきていいですか？何を？買い物。あ、いいいいいい、二人に買ってきちゃう。あ、いいです。待ってちゃう。じゃあ乗っていい？分かった、乗ってくるね。楽しんじゃんね。行ってらっしゃい。まあ、買うか買わないかわかんない。え、怖い怖い、そんなことある。行ってらっしゃい。はいやん、お邪魔します。お願いします。これこれ、はい。え、どれ、どれ、前後、前後？前後？じゃあ私、こう行こう、こう行こう。あ、来た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 、ピンと来た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 。よし。あ、いいね。すごくない？後ろにちゃんとピントが。あ、あ、あ、行ってきます。あ、行ってきます。いらっしゃいとかね。はい、まあ、今回シャロン、まあ、ユニットでワンマンライブが初めてっていうこともあるので、なんか、まあ、3ユニットいて、まあ、シャロンらしい色が一番出ればいいかなって思いもあるし、シャロンだからできることってたくさんあって、まあ、もちろんそれはちょっとお笑いに振ったりだったりとか、でもやっぱシャロンってギャップのあるユニットだからこそ、なんかそういう部分に私は思いをすごくかけてます。ギャップで思いをかけてます。あ、でもまあ言うてもシャロンはすごく中間にやってるので、ギルキスの次にバトンをもらってやってたので、でもこう
やっぱシャロンのすごいチームワークがすごいリハ中にも発揮できたので、すぐになんかこうどん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 まとめてあげていったなっていう感覚はあったので、なんか苦ではなかったですね。ということで皆さん見てますか、シャロ友のみんな。あれ、もっと声が聞こえるはずだよ、シャロ友のみんな。ありがとうございます。ということで、シャロンのワンマンライブ、皆さん楽しんでますか？いいね、大きい声が出てる。そしてシャロ友の温かい空気感がとても私は大好きです。今日というこの日を皆さん超楽しみにしてたと思うので、皆さんまだまだ盛り上がっていきましょうね。以上、斉藤朱夏でした。バイバイ。わあ、なんかこのみたいめっちゃ子供じゃない、なんかえ、これ好き。あ、おり、おしま、ありがとうございました。はい、はい、よし、行きます。よいしょ、あ、帰ってきた。もう買ったの？あ、もう全部食べた。全部、あれ、私たちの分。あ、もう混ぜてたわ。爆食もいいとこ。な、後ほど買って自分たちで。ごめんね、結果ね。結果ごめんね。次はやっぱもうそろそろ乗りたいって言ってたやつ乗ろうよ。え、いい？あのあれね。いい？行こう。え、スカイシップ。言ってたじゃんずっと。行ってらっしゃーい。これ私たち乗んないんだよ。ね、じゃああっちだよね。よし、乗ろ乗ろ。やりましょう。結構あっちまで行っちゃう。めちゃめちゃ行っちゃうじゃん。結構遠いよ。こうか。オッケーオッケーオッケー。帰ってきちゃう。行ってきまーす。行ってきまーす。あのどかだな。いや、まあシャロンとしてもう4年もやってきてるじゃないですか。4年、今となってはこのスカイシップに乗れるぐらいまでいかないからね。レベルに本当に、ね、来まして。あ、でもなんかやっぱ風情があって良かったですね。やっぱり。ということで、到着しました。到着です、はい、のどかな気持ち、のどかでした。あれ、カメラさん大丈夫ですか？デートしてました。大丈夫ですか？楽しんでましたけど。次はタクシーの乗り物になりたいと思います。タクシー自体は乗り物なんだけど。はいはいはい。じゃあ3人で乗ってこう。あ、ちょっと私 MK タクシーじゃないとちょっと NG なんで。すいません、 MK タクシーじゃないとちょっと NG なんで。限定はね、なんでその NG。 あの買い物にちょっと私も行ってくる、行ってそうかなと思いますんで。じゃあ今度クレープ、うん、あ、クレープね。うん、ヤロピー、じゃあ行ってらっしゃい。はい。え、ちんちゃん。かわいい。こんなに。じゃあ行ってきたいと思います。え、すごい、ウインカーとかあるよ。ライブ、そうですね、今回は、まあ、ユニットはファーストライブなので、本当にシャロンの色を前面に出していこうかなと思います。まあ、純粋に楽しみたいですね。準備、結構長く準備期間はしてて、もうシャロンの3人でもいろいろアイデアを出し合って、それこそ今回の VTR っていうか、この動画も自分たちで意見を出してとかだったりもして、なんかライブの面でもいろんな面でも本当楽しんで一緒に作っていく感じでライブもできたらいいななんて話をしてたので、なんか実現してよかったなと思います。シャロ友の皆さん楽しんでますか？はい、もう私たちも純粋になんかこのライブを楽しんで、皆さんと一緒に、シャロ友の皆さんと一緒に楽しいユニットだなって思ってもらえたら嬉しいなと思いますので、ぜひこれからもついてきてくださいね。よろしくお願いします。あ、待って、あれアイアンじゃない？
や、びっくり、友達かと思った、ね、友達やな、今来てたみたいな言ってこれ、ね、わーカーニバルすごい、すごいカーニバル感は出てる、絵的にはカーニバル感は出てるよ、ね、私はえもしかしたら友達かなって思ったから行ってこようかな、あっちに本当にカーニバルしない、うん、まあそうだね、カーニバルより駄菓子、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 いただきます、楽しいね、はい、いけるいける、痛かったな、ちょっと寂しいね、そうですね、今回ファーストライブっていうことで、まあ私たちアクアとして9人のファーストライブはもう終えているけれども、本当にやっぱりこうファーストライブって一度しかないし、セカンドだってサードだって一度しかないからこそ、やっぱシャロンらしさあふれるもので、全部今までこうアクアとしてもシャロンとしてもやってきたことをギュッと詰めた、もうシャロン、これがシャロンだっていう、やっぱりライブだったりとか構成だったりとか、あとは楽曲に詰まったメッセージっていうのを届けて元気にもなってもらいたいし、やっぱりこう友情だったりとかっていうのを歌ってる曲が多いので、シャロンはそういうところでこう楽しい気持ちになってもらえたら、でまたなんか仲間っていいなっていう、友達っていいなっていうものにつながってったらいいなと思ってます。ですね、やっぱり3人でセッションなので、9人とはまた違うセッションの仕方にもなったからこそ、やっぱダイレクトにこう意見を吸収し合ってアイディアを出し合ってっていうことが3人だとよりスムーズにできるのは、やっぱりすごいなんか3人ならではというか、シャロンならではなのかなって。でやっぱもらったアイディアをこう、あそれはそうじゃなくてじゃなくて、なんかこうそれはあそれもいいねとか、あこれをじゃあいいからもっとこうしようとか、そういうなんかこうセッションだったりとか、あとは、まあ、曲中とかでもこここういうのがあったからこうだよねって、今までやっぱりシャロンとしてダンスを作ってきたり歌を作ってきた中でのなんかこうやっぱりチームとして、シャロンのチームとして作ってきたものがよりこう鮮明にで精査されて、よりブラッシュアップされたものが皆さんに届けられるかなって思ってます。はい、ということで会場にいるシャロ友のみんな楽しんでるかありがとうございます。ということでシャロンパワー全開のライブになってると思います。まだ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 みんないけるかありがとう。ということでみんなのパワーとシャロ友みんなのパワーと私たちシャロンのパワーをぶつけ合ってぶつけ合って高め合って、もっともっと引き続き最高のライブにしていくので、みんな待っててね。ここ最近はどうですか？そうですね、やっぱりもう、あ、すみません、なんかふわっとした質問何の話かもわからんしすみません、ここ最近のなんか振畑さんのお気持ちとかをすごく聞きたくて、ふわっとしてない、よっしゃな、いや、ちょっと乗れなかったシンプルにちょっと乗れなかったんですよ。乗れなかったって何？ちょっとダメでしたね。いいもん見つけてん。いや、まあなんか好きそうだなって思ったよ。あれすごいのよ、こうやって乗ってもうブワンブワンにこうやっていくんだって。乗りたいんですか？うん、マジで言ってるあ、なんかひっついちゃった椅子に、椅子にひっついちゃったら、椅子ひっついちゃったら行きたくないな、行きたい行きたい行きたい。でもそろそろさ、やっぱジェットコースターもう乗らにゃん。じゃあさ、トゥインクル乗るかブレイブハートコースター乗るかだね。いや、それはもう、それは究極の選択すぎてそうね、でもここまで来たから、ここまで来たから、ね、そうだね、行きましょう。ブレイブハートコースター乗りに行くぞ。おお、イエーイ、テンションかけては通れぬ道に、こんなバラエティー、ザ・バラエティーみたいな格好でやってまいりましたよ。これ夢だった、これ本当？なんかやる格好だけやる気満々みたいな感じだねでも気持ちは追いついてないんだね。そうだね、そういうことだね。でもやっぱ私たちにはみんなとのブレイブハートがありますから。ブレイブハートコースターありますよ。そうね、待ってる時間が一番きついですよ。いや、わかる、わわわわ、うわ
これさ、音がすごい怖いよね。待って、ちょっと結構いった、結構胃が、ちょっと分かる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 、今日やっぱピザ食べたから